情報キャッチが早い方ならですね、すでにお聞き及びかもしれませんが、今年8月にカナダ・モントリオールで開催されるファンタジア国際映画祭に、映画煙突町のプペルが正式に招待されました。やったー。ロッテルダム、上海、アヌシーに続いて海外では4つ目の映画祭です。先日ね、アヌシーのグランプリで下手に期待させちゃったんですけれども、まあ、負けを共有するのもエンタメだと思うので、まあお伝えしておくとですね、最優秀長編アニメーション賞のですね、候補に選んでいただいたという話ですね。この辺ちょっとややこしいですよね。映画祭に招待されて上映されるっていうのと、グランプリに選ばれる可能性がある数本に入ってるっていうのがあってですね、アヌシーとか今回のファンタジア国際映画祭は後者ですね。で、ファンタジア映画祭はですね、今年で25周年なんですけれども、それを記念してですね、日本のコンテンツに焦点を当ててくださっているそうで、ありがたいですね、これね。日本からもいろんな作品が選ばれています。どれも素晴らしい作品ばかりです。まあね、グランプリばっかりはですね、今日からの頑張りでどうなるわけでもなく、授かり物のようなもんなんで、僕ができることといえば、神社に課金して神頼みするぐらいです。でね、今日お話ししたいのは、キングコング西野が海外の映画祭およびですね、国際評価をどのように捉えているかっていうお話です。一重にですね、アニメーション映画と言ってもですね、1話完結のオリジナル作品もあれば、人気アニメ番組のどこか1話分やスピンオフ的な作品もあると。そして皆さんももう薄々お気づきだとは思いますが、海外の映画祭から声がかかりやすいのはですね、やっぱりね、1話完結のオリジナル作品なんですよ。まあ世界中の人がね、日本のテレビ放送を見ているわけではないので、途中から始まってしまう人気アニメ番組を映画化した作品っていうのはちょっと不利なんですね。ただ一方でですね、国内の集客のことを考えたら、それはもうね、断然後者の方が有利なんです。テレビで毎週放送されて面白いのは確認が取れている作品の方が、まあ足を運びやすいですよね。テレビで毎週映画の宣伝ができるっていう、まあ広告面での強さもあると。でやっぱりね、当たりか外れかわからないオリジナル作品に足を運んでくださるのはもうかなりのチャレンジャーで、その絶対数ってやっぱ圧倒的に少ないんですね。そしてたとえ面白かったとしてもですね、口コミが広がる前に映画館がこう閉じていってしまうっていうのがあるので、オリジナル作品を見てもらうっていうのは本当に難しいんです。で、例外もありますがね、もちろん例外もあるんですけれども、海外の映画祭を狙うならオリジナル作品で、国内でたくさんのお客さんに見てもらうならテレビ番組の映画化みたいな感じで、作り手はね、そういった選択を迫られてるんですね。で、西野はどっちなんだと、どっちをいいと思っているんだっていうところなんですけれども、実際ね、玄人さんたちの間では、海外の映画祭で選ばれてなんぼでしょみたいな空気もあったりするんですけれども、まあ子供の頃ね、夏休みに胸を躍らせてドラゴンボールの映画を見に行った僕からするとですね、その意見に手放しで賛同はできないです。そこはやっぱ比べるものじゃないと思っていて、競技があまりにも違いすぎる。まあ実にね、期待外れな答えになっちゃいますが、どっちも素晴らしいと思っていますっていうのが僕の答えです、本音です。そしてもっともっと本音のですね、もっと、みっともない自分を白状するとですね、去年末ですね、映画煙突町のプペルっていう作品を映画館に並べさせていただいた時にですね、同じ商品棚には、すでにテレビ放送でたくさんの支持を獲得している、素晴らしい作品がずらりとこう並んだんですね。それらはもう、なんだろう、人気も認知も獲得していて、かけられる広告費も広告枠も桁違いで、もうね、こんなこと言うとかっこ悪いかもしれませんが、羨ましくて仕方がなかったですね。羨ましかったな。で、それらの作品がね、たまたまその立ち位置にいたら、もしかしたら僕はへそを曲げてたかもしれないですけれども、たまたまじゃないじゃないですか。ものすごく競争率の激しい少年誌の中で結果を出して勝ち上がり、テレビアニメ化が決まって、そこから本当にたくさんのスタッフさんが毎週締め切りに追われて、フラフラになりながら走って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 、ようやく手に入れたポジションであって、それっていうのは実力以外の何者でもない。だから余計羨ましくなったんかもしれないですね。で、そしてこれもちょっと辛いのがですね、映画はですね、数字で結果が出されちゃうじゃないですか。観客動員数とか興行収入で。そしてその結果に関してはですね、情状酌量の余地がないと、つまりですね、この作品はオリジナル作品だから、観客動員数がこれぐらいでもすごく頑張ってる方だよねっていう見られ方はしないですよね。映画煙突町のプペルはですね、同時期に鬼滅の刃とかドラえもんとかバイオレットエヴァーガーデンとか、ポケットモンスターとか、あとはシリーズ史上最高の記録を打ち立てた銀魂ザファイナルといったモンスターたちとこう並べられてですね、そこでちょっとでも数字的に負けようものなら外野からザマーとか言われるんですよ。
もちろんこれ作り手はそんなこと言わないですよ。みんなお互いの痛みをよく知っているので、いつも口を滑らせるのは外野ですね。まあね、本音はね、どこと比べてくれてんだよっても思いましたが、そういったねモンスターの巣窟に飛び込んでいったのは僕なので、まあ、言い訳はできないですよね。自分からそういう、だって知ってたんだもん。そこに行ったら鬼滅の刃がいて、ドラえもんがいて、バイオレット・エヴァーガンデンがいて、ポケットモンスターがいて、銀魂ザ・ファイナルがいるっていうことはもう知ってたんだから、そこに自分から飛び込んでいったんだから、これは俺たちの方が不利だよとは、それは言えないですよね。まあまあまあ、それでもですね、煙突町のプペルはあの手この手で仕掛けて、またねこれ時間があるときにどっかでゆっくり喋りたいんですけど、本当にね、文字通り命がけであの手この手で仕掛けて、まあ弱小ながら無名ながら頑張った方だと思います。ただね、ただここが今日の、結論です。1話完結で作っている以上、僕らの主戦場はここからなんですよ。オリジナル作品は商業映画の世界では不利だからとかグダグダ言うんだったら、だったらそうじゃないところで結果を出してみせろよって話じゃないですか。なので海外の映画祭に関しては、先ほどね授かり物とか言いましたが、ここで結果を出さないとなと思ってます。こういうところで結果を出すとですね、次に国内でやるときに、たとえそれがねテレビ放送されていない1話完結の作品であろうと、お、西野の新作か、ちょっと見に行こうかなと思ってもらえるじゃないですか。その時に1話完結でもなんか許される感じがあるので、まあそこを目指そうと、迎えに行ってる未来はなんとなくそんなところでございます。今日はですね、この環境じゃ無理というのならどこなら勝てるのというテーマでお話しさせていただきました。